ホンダシビック用 CVCC エンジン CVCC とは1972年に発表したホンダ技研工業の抵抗外エンジンである複合化流調性燃焼方式の略称 CVCC はリーンバーンさせることで排出ガス中の有害物質を少なくする技術である混合技をリーンにしていくと排出ガス中の有害物質を低減できるが 逆に出荷しやすくなり、生ガスによる有害物質が増えてしまう。そこで、副燃消失専用の吸気バルブ、専用のインテークマニホールド、専用のキャブレターを持ち、副燃消失に通常よりリッチな混合技を導入し、点火プラグで確実に着火させ、当地口からの燃焼加炎で、主燃焼室のリーン混合技を燃焼させる。これにより、 排出ガス中の有害物質が低減される。この複質式燃焼室は燃料供給や着火方法こそ異なるが、4燃焼室式や過流質式といった熟成されたディーゼルエンジン技術の応用である。CVCC については旧ソ連の複質式エンジンに関する技術論文に基づいている。排出ガス対策の種類としてはエンジン本体の改良で有害成分を少なくする。 技術を全処理、排出ガスを触媒などで低減する技術をご処理と呼んでいる。これは当時、酸化触媒では、エアポンプやリードバルブによる酸素の供給が必要だったり、経年変化により処理能力が落ちるため、内部のペレットを定期的に交換する必要があるなど、課題が多かった。そのため、ホンダでは全処理方式を選択した。 当初は触媒を使用しなかったので、言うなまガソリンの使用も可能だった。元々の研究開始は、1966年にホンダ技術研究所内に大気汚染対策研究室、通称 AP 研が設置されたことに遡る。同年に行われた日本自動車工業会によるアメリカ視察旅行に参加したホンダの技術者が、 当時の米国での排出ガス研究の状況を目の当たりにし、かねてから大気汚染研究の必要性を訴えていたメンバーと共に当時の所長だった杉浦秀夫に研究室の設置を要望し認められたのがきっかけとなった。もともと本田宗総一郎は研究開始当初から既存のレシプロエンジンの改造レベルで対応できる技術の開発を求めていたこと。 また有害物質である一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物の三つを同時に低減するには、気迫燃焼しかないという考えから、東京大学教授の浅沼津義の指導の元様々な研究を行っていた。そのアイデアの一つとして、副燃焼質式の採用が持ち上がり、すでにホンダでは、汎用エンジンとして、副質式、ディーゼルエンジンを製品化していたことから、 まずはそれをガソリンエンジンに改造しての基礎データ取りから始まり、後に N600 用エンジンを短期投下した改造エンジンでの実験へと移った。また当時ホンダには実験用に使える自社製の水冷エンジンがなかったため、日産など他メーカーのエンジンを使っての研究も行われた。1971年2月に開発成功が公表されるが、実はこの段階では、 燃料供給方式がまだ決まっていなかった。また特許申請も途中だったため、CVCC の略称も名前から構造の一部でもわかるようなことがあってはならないとの理由から決められた。その後シビックへ搭載した上で、マスキー砲をクリアするためには2リッターのエンジンが必要になることが判明したため、そのための実用エンジン開発を急ピッチで進め、 1972年10月の正式発表に至った。当時世界一厳しくパスすることは不可能とまで言われた米国のマスキー砲という排出ガス規制砲の規制値を最初にクリアしたエンジンである。その功績によりシビック CVCC は 最の月間期間市場で20世紀優秀技術者の1970年代優秀技術者に選ばれた。当時社長であった本田総一郎は CVCC 開発の方を聞き大幅な売上が見込めると大喜びしたが排気ガス問題を減らし少しでも空気がきれいになるように願って開発したものであって社の売上に貢献するためではないと開発人からの主張を聞き ホンダは反省した。社団法人自動車技術会の日本の自動車技術180戦のガソリンエンジン部門でマスキー法を後処理なしでクリアできる最初のエンジンとしてアメリカが修国環境保護庁より認められた複合化流超速燃料方式として選出されている。2007年に日本機械学会が創立110年を記念し制定した機械遺産に 日本の排出ガス低減技術を世界のトップに引き上げた歴史的な機械として認定されている。その後、触媒技術やエンジン本体の燃焼解析技術の進歩により CVCC 以外のエンジンでも排気ガス浄化が可能になり、ホンダから CVCC の技術を導入し、研究や試験的発売もしていたメーカーは採用を止め、世界的な流れにはなり得なかった。 長く採用していたホンダ自体も排気ガス規制が強化されるにつれ CVCC に触媒を追加し、さらにその後には CVCC の採用を止めている。ありがとうございます。